神代内という山田線の駅でございます。直前まで臨時の快速が走るということを知らなかったんですが、2両編成で1号車自由席、2号車指定席という豪華編成でございましたね。50人ぐらい乗ってたのかな、かなりたくさんのお客さんが乗ってましたね。で、年齢層がかなり高かったですよね。50代以上の私より5年配の方とか60、70代の方とかも多かったですね。やっぱ今月の20日から大人の休日クラブパスが発売期間というか使用期間に入ったんで、そういった切符を持った方の旅行者が多いんでしょうねという感じでございます。引き込み線あんだね。割と構内広いよね、ここ。ほうほうほう、そういう渡り方するのか。乗客だけじゃないのね、列車利用者だけじゃないのね、この構内踏切渡るの。本当に普通の踏切として使う人たちなのね。今そっち側に住んでる方と思われる人が向こう行きましたね。2番ホーム行ってみるか。神代内浄水場しだれ桜水道記念館。よいしょ、よいしょ。こっちからアプローチできんだな、2番線は。待合室綺麗だね。平成22年になってるね。最近でもないけど。おお。おお。よいしょ。わわわ。もう雑草だらけ。ここ通っていいんだよね。詰め所だな。なんかの詰め所だね。そこに保安車両が置いてあるから。その詰め所かな、職員のね。というのもまだ残ってんだね、木造で。あ、トイレ見ますか。トイレがこっちにあります。一応男性だけ見ましょうかね。お邪魔します。あ、すごい綺麗。なんでこれ。めっちゃ綺麗。プラレールだな。落とし物。これなんだ。
ラジオか。でもいい椅子だね。次なんちゃったっけ、11時27分だね。朝のかな、いつも自由に使ってるのかな。誰もいないよね。6時からね。セルフ販売。あ、無人カフェなんだ。お邪魔します。あ、そうなんだ。え、お金どこに、どうやって払うの？これ？お買い上げいただきありがとうございます。気づきを記入、値段シール貼るし。料金箱、料金箱ってまさかこれ？まあいいや。ちょっとなんかまあ今日時間があるんで。駅前は広いですね。あ、自転車置き場も一応あるね。そこにね。ほい。ということで、神代内という駅ですね。100周年で書いてあるんだけども、おそらくね、これ去年なんだよ。去年じゃなかったかな。1923年だから、そうだね、去年開業100周年、今2024年だもんね。そうだよね。はい。隣が山岸と、区境。山西までは5キロですが、こっち側方面ね、こっち側方面の次の駅が区境が25キロ離れてるそうですね。遠いな。一回降り立ちましたけども。途中、なんだっけ。朝岸と大志田っていう駅があったらしいんですけども、もういずれも利用者が少ないということで廃止になった駅ですね。山田線もそういうのがちょっとちらほらありますよね。はい。2020年クラウドファンディングを活用した駅舎外装及び内装のリニューアルを実施しましたということなんだ。今でも60人ぐらい使われてるのね。やっぱあれだね、高校生需要だろうな、きっとね。割と明るい感じだね。なんかからもそこらんだよ、これあれなんだよね、そこに2番線ホームってあるじゃないですか。その向こうに民家とかもちらほらそこにあったりとかして、でこの人たちの多分往来でこの構内踏切は使われてるっぽいんですよね。そこにも民家あるでしょ。そうだよね、そうだ、この人たちがこっちに出る、こう出るために、それでこれ開けてんのかな、ここね、わざわざね。それもまたすごいよなと。ちゃんとお花植えてるね。やっぱちゃんと人の手が入って管理されてるね。神代内駅利用者駐車場がちゃんとあります。送迎の方は駅利用者等のスペースに駐車してください。でここまで車で来て列車使っていいわけだね。浄水場か。関係者には入場できません。なんか資料館があるあって、入場できるって書いてあったけどな、違うかな。なんか新しめのお家も、あ、まあ新しくないんだろうけど、そこが駅なんですけど、あそこに神代内駅って、神代内駅って看板が掲げられてますけどね。でこっち側に桜台っていうところがあって、結構お家たくさんあるらしいんですよね。ニュータウンみたいな感じの住宅街がもう地面広がってるらしいっていう。なので見た感じはちょっと山に入ってるかなというふうに思えるんですけど、割と人が住んでらっしゃる盛岡市の郊外という感じらしいです、この辺りはね。ちょっとその辺までちょっと散歩してみましょう。
これ何川だ、ちっちゃい川だからわかんねえな、さすがにな。直前までね、どこ行くか決めかねてたんですよね。梅雨の時期なんで、どこで雨が降るかが予想ができなくて。関東は雨降ってますよね、今ね。今日6月23日。え、何曜日だっけ？日曜日か。仙台あたりまでは雨降ってたんですけど、岩手県内に入ると、まあ曇っちゃいるんですけどね、こうやってね。雨が降ってないんで、こういう動画撮影しやすい環境なので、雨降ってるとやっぱ傘差しながらだな、なかなかね、難しいんで。ちなみに今日の目的はね、山田線じゃありません。津軽線です。この後、もう一回盛岡に戻り、新幹線で青森に向かい、津軽線の各駅の下車巡りをします。蟹田から三間屋までの間かな。今も大洪水の、災害によって、不通区間になり、まあ、代行バスによる運行がなされてますけども、沿線自治体ですね。今別町と外ヶ浜町、あ、ごめんなさい、今別町か。今別町と外ヶ浜町が、いずれも、バス転換容認、受け入れるということを、表明したので、まあ、ほぼ廃線確定という、中学校あんだな。まあ、廃線がかもうほぼまあ、確定ということなので、まあ、その前に、まあ、バスによる移動ですけども、ちょっと乗ってきちゃう、行ってきちゃうかというふうに思っております。ちょうど今ね、右手に、ちょっとここですよね、この辺ね。この辺に与内小学校っていうのがあって、その近くにいますけども、あの辺で、ちょっとまあ一応、ちょっと中まで入り込むのはちょっとね、遠そうなんで、そこは諦めますけども、あの辺一帯住宅街が広がってるんですよね。なので、この辺の森林を開拓して、住宅街にしたんでしょうね、この辺地域はね。あとあっちにもあるんですよね、ちょっと見えないですけど、あっち地域にもあったりとか、こんな感じで、もういかにも住宅街らしき地形が見えてるんですよね。航空写真見えるか、こんな感じですね。もうちょっと先でローソンあんのかそうなんだね。はい、ちょっとこれ以上は行けなさそうなんで、一旦駅に戻りますか。だいぶ離れたところまで行っちゃったな、この辺までね。ここが今駅、ここが駅ですけど、今いるのがここなんでね。こんなの作ったんだね、盛岡市の。この辺すごいな。ほんとなんかニュータウンだね、この辺ね。はい。戻ります。ここに線路がここにあります。こんな感じね。ここにあって、で、その線路の右側に駅舎があるわけですね。こうやってね。で、このまま歩いていくと、普通だったら駅舎行けなさそうに思えるんですけど、このまま歩くとね、駅の反対側なんで、そう。反対。なんでそこまで歩いてんだよみたいに思われる。一子一人出会いませんみたいなことはないんだよね、この辺。このまままっすぐ歩いていくと、もうすぐ右手ホームだよね、これ。もう、あ、このまま、このままこうやって、この土手上がっていけるな。タッタッタってね。2番線にはこうやってタッて歩いていけるね。で、まあそういうことしなくても、こっちから行くと、校内踏切に出られるんですよね、こうやってね。ここが、まあ、まあ道だよね。一応れっきとした道で。いや、ここ、どうだったんだろうね。もしかしてこれ線路だったのかな、ここ。
2面3線だったのかもしれないよね。でまあまあいいや。でこのままコーナー踏切を使って線路の反対側に渡ることができるという構造でございますね。はい。でしかも駅舎の中を通らなくてもここだ、まあ、そのためにわざと上げてるんだろうね、これね、ここね、このままスッと出られると、こんな感じで、そんな構造になってますね、こんな感じね。はい、ということで再び駅に戻ってきました。はい、なんか漆っていうのが目立つんだよね。漆の草木染め体験か。へえ。毎週土曜日9時半から12時。漆染めコース3300円、ランチ付き3850円。ランチのみご希望でもいいんだ、弁当だけでもいいか作りますよ。550円だったら割とマシかな。なんかこの神尾内っていうところと漆っていうのがすごい、あ、漆だよねこれね、漆の木だよねこれね。ね、よいしょ。国鉄時代の駅舎か。やっぱ人多かったんだよねきっとね。今は亡き大師だ。あ、でも涼しい。エアコン効いてるわ。すげえな、エアコン効いてるよ。すごいな。ね、コーヒー100円、アイス200円、ポーション100円と氷カップ100円か。ミルクを砂糖、よりどり2個50円。チーズケーキ?菓子店クッキー?は?あんの?そんなの。あ、オルガンだ。オルガンの上にお菓子が置いてある、これ。これでも代金決済できるんだ、これでも。お昼頃とか人集まってくんのかな。まあいいや、ちょっと休もう。疲れちゃった。はい、駅ノートね。はい、駅ノートございます。あれ今月も寄せて、あれこれ1件だけ?あれ?あら、なんだ。ナンバーいくだ、ナンバー6っていうか、なこうそういうことか。びっくりした。また1件しかないのかよと思った。いや、落書きだね。なんだこれ。よくわかんねえな、なんか。でもなんかガチの、なんかこう鉄オタ系のメッセージはないな。ないね、あんまりないな。なんかお子ちゃまの落書き帳みたいになっちゃってるような感じがするな。すごいよなこれね。無人だよ。あとコーヒーマシーンね、自分で、ポーション取って、自分で入れるスタイルですね。100円なんだよね、コーヒーね。ホットコーヒーだと。アイスだと200円で、これだ。これが100円か。これが100円ですよね。ね。で、まあ、ミルク、砂糖は、まあ、2個で50円です。っていう感じ。かりんコーナー。チーズケーキ400円。お菓子クッキー300円って書いてあるんだけど、ちょっとね、見当たらなかったね。置いてないかもしれない。今は置いてないかもしれない。さすがちょっとな、チーズケーキとか冷蔵が必要だから、もしかしたら時間帯とか決めて売ってるのかもしれないし、カップラーメンがあってドリンクもあって、この辺自販機ないよね。あったか、あの駅の外にあるか、駅の外にあったよね自販機な、そこにね。見えねえな、ここね、これね、ね。で一応フリー Wi-Fi もあって、フリー Wi-Fi もあって、
なぜかね、これ漆なのかな、もしかしたら、これ机とか。もしかしたらね、違うのかな、どうだろうね。でもなんかツルツルしてるから、これね。ザラザラ感がないね。昔は土曜日あったんだよ。昔のね、学校は土曜日、毎週学校があったんだよ。ね、まあいいんだけどね、そんなのね。なかなかいいとこだね。誰もこんなところ紹介する人いないのかな。これいいなと思うんだよな、これ。これも綺麗だけど。これ。木の枝に樹氷がくっつ、ついてるのかな、これ。冬。で、春だとこうだって。ということは、あれ桜並木か。桜か、あれ。桜だあれね。あ、見てみてえな、そこに桜が咲いてるのね。いいね。やっぱ地域住民がここをしっかりなんかこう活気っていうか活性化させようという気持ちがないとね。ああ、乗ってるね、乗ってるね。乗ってるよね、これ。こっちも乗ってるわ。マジか。